そうですね、本来ですとね、いわゆる稼ぐ平行棒ですからね、はい、さあトップはします岩井です。塚原を 0.2 の差をつけて田中選手がやったリード、はい、車輪これやるかもわかんないですね。ベーレ E 難度の技ですね。ここからやりました、やりましたね、はい、成功しましたよ。果敢にチャレンジ、あの辺なんかも去年と違う演技構成なんですね。キャッチも決まった、初優勝を狙います大和銀行の岩井。これはちょっと分からなくなりましたですね。そうですね、この平行棒が終わりますと残りは鉄棒。さあ素晴らしい演技をご覧いただきましょう。これはベーレーという技ですね。さあそこ、この次ですよ、ここのとこですね、車輪から後方2回宙返りひねって腕支持、はい、もちろん E 難度の技ですね。着地も今日は良かったですよ。前に行きそうだったんですけども踏ん張りました。さあこのまま初優勝に走るのか、岩井です。岩井典正23歳、先ほど各種目のいただいている資料の技をご紹介したんですが、こんなにたくさん E が入っている選手は岩井選手がナンバーワンだったんですね。ああそうでしょうね、どうしてこういった選手がオリンピックチームに入ってこなかったのか、それが私には不思議だったんですがね。まあ、あのオリンピック代表の場合は規定演技がありましたしね。あーなるほど。でそこの段階ではここまでの技が仕上がらなかったというところもあったと思うんですね。あそうですか。昨日は 9.575 ですよ。